このそば。我が輩おめでとう。マリルおめでとう。よもやこのような祝い事を催せる日が来るとはな。何時らの協力に感謝しよう。記念日だというからケーキも用意しておいたぞ。ほう、ケーキまで。我が輩の心は歓喜に満ちている。それで結局今日は一体何の記念日なのですか？バニルの個人的なものとは聞いているのですが。お、記念日って誕生日のことじゃないのか？私は悪魔にとっての儀式のようなものだと思っていたが。どれも外れだ。答えを聞きたいか？そりゃまあ、知らないまま祝ってたんじゃモヤモヤするしな。そうかそうか、だがこればかりは秘密である。どういうことだ。意味がわかりませんよ。わざわざ人を集めて何の記念日かも言わないなんて。先ほどから実に良いモヤモヤ感である。やはり記念日に食らう悪感情は格別。さあ、まだ宴は始まったばかりだ。何時らの悪感情存分にさらけ出して我が輩を祝うのだ。いや、だからなんで祝うんだよ。ああ、モヤモヤする。この巣は